コテネタチャンネル。皆さんお元気？楽しくバトルやってますか？さて、今回は前回エーテルに装備したアルファ系プラズマ武器が結構ぶっ壊れレベルだったので、他に使えそうなものってないかなってもう一度考え直したところ、あれ？タイタン武器の限定エディションも 5% アップしてるって。だったらブラインド武器もナーフされたけど、もしかしてで使ってみると、これが結構エーテルとの相性もよくって。それじゃあって紹介クリップにしちゃいました。少し前だったらこのブラインド系ばっかだったけど、ナーフされて以降はさっぱり見かけないよね。ほんと極端すぎるよね、下げ方。でもね、今回の限定エディションの 5% アップは結構微妙なアップなんで、特にタイタン武器にはマーク2がない分、このアップが結構効いてる、そう感じるね。プラズマ武器との決定的な違い、それは 600m の射程距離だね。もちろんブラインド効果も相当使えるけど、サポート効果なんで、やっぱり 500m 以下の射程の武器が中心となってる現状だと、それなりのアドバンテージがあると思う。唯一厄介なのはペインターかな。でね、この 600m を活かせるにはそれなりのスピード持った移動ができなきゃ結局意味がなくなる。そこでエーテルのビガーで一時的に受けたダメージを修復しつつ、スピードで距離を取る。クリップじゃうまくコントロールできてるって言えないけど、それでも結構使えるなーって感想です。タイタンなんでキル取られた仕返しで圧倒的なダメージを与える。これだとプラズマ系がぴったりだよね。これとは違って味方へのブラインドサポートしつつ、敵が届かない距離でダメージ与えてキル取る。結構補足っぽい方法だけど、これはこれですっきりするな。いかがでしょう。それでもナーフされた持続時間が痛いとこだけど、 5% アップが少しだけそれをカバーできてるって感じる。さらには 600m のアドバンテージはやっぱり使えるって思うな。ほんと このバトルでのモジュールは全て増幅系にしてます。その上でのダメージなんでマックスレベルではあるけど、まあ物足りないなーって思う気もしなくはないけどね。エーテルへの装備だったら使えるね。そういうクリップでした。それじゃあバイバイ。